白米の千枚田。世界農業遺産に認定された能登の里山里海を象徴する白米の千枚田です。輪島市の甲州山の裾野の 1.2 ヘクタールにわたる急斜面に幾重にも段になった田んぼが広がっており、その数は1000枚以上にも上ります。そして冬に夜の千枚田を彩る2万個の LED による壮大なイルミネーション、あぜのきらめき。太陽光発電で蓄えられた自然の恵みによる光の海の散歩道を歩けば、とても幻想的な世界を体感できるでしょう。あぜのきらめきは秋から冬の期間に行われます。